はい、こんにちは。今回ですけども、このマヒガン足、歩くときにつま先が外を向いてしまう、このようなケースについての動画になります。今回みたいな5分前後の動画、これからもどんどん発信していきますので、見逃したくないよという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では行きましょう。今回のようなマヒガン足、つま先が外を向いてしまう、これはですね、やっぱこう歩き方としても非常に効率が悪いです。やっぱすごく疲れますし、見た目としてもつま先外向いてるっていうのは気になりますよね。見た目としてもここ何とかしたいっていう方多いんじゃないでしょうか。ただそこで何とかしようと思ってつま先を前にキープしようと思ってもなかなか難しいんですね。ついつい気にしていても外側向いてしまう、こういう方が多いと思います。じゃあどうすればいいのか。今回確認していただきたいのは、この骨盤とか体幹の向きです。どういうことかと言いますと、つま先が外を向くという方は骨盤や体幹も一緒にマヒガンの方に向いてる可能性が高いんですね。実際どういうふうなちょっと体の使い方になるかご説明します。例えばこのように左の足がマヒガンだとするときに一歩前に出しますね。でこの時ですね、この時点で前に体重乗せようと思うと腰がこういうふうに回転してくる、そういう人がおられます。あるいは左足に体重乗せるときは回転しないけども、いい方の足を前に出すタイミングでこのように麻痺側の方に骨盤がくるっと回転する、こういうケースが非常に多いです。なので皆さんですね、ぜひ麻痺側の足に体重を乗せる時にどうなってるかなだけじゃなくて、麻痺側の足に体重を乗せるで大丈夫という方も、いい方の足出した時にこうなってないかなっていうのをぜひ確認してみてください。これが確認できた上で、あ、やっぱり私腰回ってるわっていう方は、今日の練習が非常に大事になってきます。実践するときは必ず手すりや椅子、ね、背もたれとかこう持って安全第一で行ってください。例えば今回のように立った状態で練習を行うとしたら、まず麻痺側の足を一歩前に出しましょう。はい。でこの時ですね、体重を前方に移動するときに骨盤、腰ですね、左右に回転していないかどうか確認してみてください。まっすぐ前に出すようにしましょう。もしこの時に自分の骨盤どう動いているか分かりにくいなという方は、おへそを意識してください。骨盤が回転するということはおへその向きも変わります。なのでおへそを体のまっすぐ真ん前ですね、正面で言うとこのおへその向きをまっすぐこう真ん前に移動する、これができると骨盤の動きはある程度制御できるはずです。なのでこのおへそという意識もいいですね。このように麻痺側の足に体重を乗せるときに麻痺側じゃなくておへそまっすぐで、そこからさらにいい方の足を出すときもおへそまっすぐをキープしたまま出す、これができると体は比較的麻痺側の方に向かなくなるので、それに伴ってつま先も外に向きにくくなってくる可能性があります。ぜひこのつま先外にっていうところでお悩みの方はぜひお試しください。はい、いかがでしたでしょうか。実践してみてやってよかったなという方はぜひグッドボタン、いいね、よろしくお願いします。で、うまくいかなかったという方も諦めないでください。それはやり方が何かうまくいってないか、この練習内容が今の体の状態に合っていなかっただけです。なので自分に合った方法が見つかったら、まだまだ変化実感できる可能性はございます。で、そのためにもですね、私たち普段ライブ配信、1時間弱の長いライブ配信で実際のコメントのやり取りからその人に合った方法とかを見つけて考えてお伝えしたりしているので、ぜひライブ配信の方もご参加ください。よろしくお願いします。
では最後までご覧いただきありがとうございました。